はいどうも、嫁と俺のマルコです。嫁です。なんで笑ったの？なんかすごい。はいどうも、嫁と俺のマルコです。じゃあ今のなし。はい。というわけで普通に始めなかった今日は久しぶりにドライブでございます。ドライブデート。はいちょっとローソンによっておやつ買って、おやつで軽くね、ちょっとドライブを、息子もドライブ結構好きなんで、うん、最近ね、あんまドライブしてなかったからね。そう、久々のドライブやでさ、うん、嫁チャンネル、メインチャンネルの方でさ、うん、動画すごいたくさん再生してもらって。あ、本当に本当にありがたいな。ありがとうございます。すごいね、本当いっぱい反響いただいて、なんかめっちゃゼータが伸びてる時を超えて、ゼータ時を超えてゼータ見終わりました。嫁は初ゼータだからね。いやー、ちょっとねえ、なんか下げってなってたね。いやもう本当に下げですよ。 SAGA 下げ。いや、カミーユとさ、はい、ジェルドがさ、もう本当にかわいそすぎて。いやでも不幸だね、なんか。いやー、まさか。ジェリドはなんとなく分かってた。もうこの人は報われないまま最後終えるんだろうなとすごくかわいそうなキャラで終わるんだろうなって思っとったけどまさかカミーユ最後あった、ってそうね心を奪われたというか、うん、道連れにされてしまったからね。そう、待って、名前が思い出せない。誰？コロンボじゃないですし、シリアスではないですし、ちょっと待ってください、輪っかの方です。輪っかね、頭にね、あれ本当に名前が出てこない。こんなところで話を引っ張りたくないの。シロッコね。あ、シロッコさんです。そうそう、ちょっと見てる。パプティマスシロッコね。そう、パプティマスシロッコさん。いやでも本当にガンダムってこんな面白いなんて思ってなかったんですよ。そうね、こんなにハマってくれると思わなかった。いや、ハマる。もうファーストの1話で、あ、私はガンダムが好きな人間だと思った人種としてね。そう、ああいう話がね。そう、本当に好き。もうなんか重いじゃない、テーマが戦争やし。うそうね。そう、ただのロボットアニメ、ロボかっこいいアニメかと思ってて、はい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 、ガンダムって。そしたらそんな話じゃなかった。もっとなんか重くて深くて、もう人間ドラマ。うん、だガンダム以降ってさ、うん、特にそういう感じ強くないかな。そのだエヴァだってさ。そうだね、エヴァかっこいいじゃないじゃん、うん、その人間の話じゃんやっぱり、うんうんうん、どっちかというとメインはさ。そうそうそう、まあ、ちゃんと見たことはないんですけどエヴァはタマリボンド濃厚カルボナーラ味、なんかコラボされてたみたいな、ね、唐揚げくんね、うん、ちょっとこれ一口食べます。食べて食べて。あーん、おめっちゃカルボナーラの味する。うん、ベーコン味強い。ベーコンと卵の味がするカルボナーラだねカルボナーラ食べてるみたいな味がします。でもやっぱファースト面白いな。ファーストはほんとぶっちぎりで好きですね。いや、まだ2作しか見てない。あれなんだよ、ファーストの時ってさ、うん、登場人物が結構ブレてんじゃん、キャラ結構ブレてる。めっちゃ嫌なやつだったのにいいこと言うなとかさ。そうそうそう。でも俺逆にあれが人間的にリアルだなって思ってた。そう、人間味がありすぎ、キャラに。カイとかすごくない？好きだね。好きよ。あの声優さんが好きなんだよ、そもそもすごい、ほんとすごい。作中にそのカイの声優さんいろんなところに出るんですけど。そうそう、なんか使い回しでね。そう、あ、これカイの声、あ、これもカイの声ってずっと言ってるんですよ私にとってはあんまりまだその声が定着してなかったんですよ、はいはいはい、だから、あ、そうなんだって聞いてたけど、あ、めっちゃ好きなんやなと思って。好き本当俺あの声優さんが大好きで、うんうん、だから一回だけルパン三世の声やってんだよ、うん、え、そうそうなの。一作品だけルパンって声優総特会でやったのがあって。あ、そう、なんだったかな、なんか赤影忍者じゃねえし、なんかで、その時のルパン役がその古川敏夫さんっていう声優さんで。へえ、そうなんや。めちゃくちゃハマってる、好きだった俺は。でも評判すごい悪かったみたいな。あ、まあまあ、ね、声優さんがね、うん、仕方ないわな。そうなんやな。へえ、そう、古川敏夫さんっていうのはパトレイバーの篠原あすま役とか。あ、パトレイバーにも出てるんだ、うん、パトレイバー。まあガンダムだったら甲斐シデンだったよね、うんうん、あと何だったかな、なんかもうちょっとその頃っていうか古
そういうアニメでも出てたね。うるせえやつだったかな、なんだったかな、出てるよね。あとドラゴンボールのピッコロね。あ、そっか、ピッコロの人か。そうそう、ピッコロ、まあ、観光殺法の人だよ。観光殺法、うん、こうだっけ。違うね。あれ、こうでこうだよ。そっか、すいませんめっちゃ何も合ってなかったいやだからもう声優さんの力もあって、やっぱ俺ピッコロ好きなんだよ ね、 あね、大好き。実はドラゴンボールもしっかり見たことがない。ドラゴンボールはアニメも面白いけど、まあ、とりあえず漫画があるので今度読破してくださいわかりました。聖書みたいなもんだからね聖書、バイブルだからね、あれはガンプラ作りたいね、ほんとね。ガンプラ作りたい、ガンプラ作りたい。でさ、そう、ガンプラを作る人のサイトとか最近よく見るの。あ、すごいね。何が？ほんとなんか、あの、塗装とか塗装の具合がもうなんかすごいの。うん語彙力が皆無。塗装の具合がなんかすごいの。なんかこう、わざと何汚してみたり。あ、そうだよ。めっちゃかっこいい。そうね、汚れたガンプラってほんとにかっこいいの。あれでもうまく汚さないとあざとくなってね、逆にダサいんで。具合がもう、うん、すごいと思って、そういう人たち。まずは綺麗にすぐみ。すぐみね。はい、うんうん、でも本当ファーストハマってくれたのは、その、うん、俺的にはね、男子的にやっぱこれはすごい嬉しいね。いや、あのね、ファースト本当に面白い。もう一回見たいの。わかるわかる。もう一回見返したい、ゆっくり、ね。世の中のその、まあ、結婚してたりとかさ、うん、する旦那様っていうのは、うん、奥様の白い目をね、耐えながらガンプラを買ったり作ったりするわけですよ、うん、結構多いと思うんですよ、うんうん、それをだってもう嫁が作りたいと思う作りたくなるよ各グレードのシャーザクを飾りたいって言ってたもんね。飾りたい、もう自分で作ったものをショーケースにこう並べたいですねそういう、だから趣味が近いというかさ、まあ、感覚がさ一緒なんだよ。それ共有できるって本当ありがたいよね。ありがたいね。何でも興味持ってみようと思った。ああ、いいこと。なんか、うん、やっぱそのどうしても分かんないですけど、隣でめちゃくちゃ熱血してる人がおると、私って逆に熱血したりとか、熱狂、熱狂かな、うん、熱狂、そうだね、熱狂だね、うん、熱狂してる人がおるとなんかこうちょっと斜めから見ちゃったりとか、そんな面白いのみたいなね。そうそう、なっちゃうけど、やっぱそれを取り払って見てみると、うん、やっぱり面白いし、そっから学べることってめちゃくちゃあるし、なんかすごくもったいないと思ったの。ガンダムとか見始めて余計に思ったんだけど、どんなもんでもそうだけど、うん、売れるって理由があるからね。そうそうそう、その性に合う合わないはあるかもしれないけど、うん、絶対売れてる理由って必ずあるのよね。そう、たくさんの人が共感をするとかさ、うん、そうそうそう、だからなんかとりあえず興味いっぺん持ってみようと思った、うん、本当に。そしたら、うん、そしたらそのなんか楽しいことが増えるから、うん、そうね、全然悪いこと一個もない。一つの知識って他の知識とつながっていくしな。そうそうそう、いやー、ほんと何でもかんでもそうよ。知らないのと知ってるのでは全然ね、うん、なんか、うん、素直に吸収する心は忘れちゃいけないなと思った。そうやな、うん、どんなもんでもそうやな。そうそう、軽音好きなんだけどな、俺。軽音か。いいよ、甘酸っぱくて。うん、あの、泣くよ。ガンダム見終わったら、じゃあ軽音見ようかな。俺パトレーバー行きたいな。あ、じゃあガンダム見終わってパトリーバー行って軽音。マクロスかな。もう完全にロボアニメじゃん。いや、わかるの。いや、男の子はロボアニメ好きだもんだって。しょうがないじゃん、そんなの。まあ、おいおい、いろんなね、名作の映画とかも見ていきたいけどね。見ていきたい。全然見ないからな、俺。そうやな、あんまり映画見てるイメージがない、うん、だってやっぱ若い頃なんてギターしかなかったからさ。ああ、そうね、うんうん、映画見る時間があったら、うん、その、ね、CD を聴くとかさ、はいはいはい、しちゃってた。うんうんうん、それはそれでさ、いいことじゃん。まあ、そういう基盤はな、うん、できたのかもしれないけど、うん、映画を見ることによって得られる音楽的な素養ってのも絶対あるんだよ。めっちゃあると思う、うん、何事もその、うん、つながる、本当につながるよ。だからその例えば音楽の勉強をしたいから、うん、CD を聴くとか音楽だけを聴くってもちろんありやと思うよ、うん、けど
音楽を広い意味でね、うん、音楽を学ぶためにはその別のジャンルの芸術に触れてみたりとかするってのはすごい大事かなって気がするな。結構そっちの方が大事なんじゃないかなという気もする、うん、ってかそっちにつなげる、なんて言うんだろう、意思じゃないし能力というか、うん、吸収力っていうのかな。まあまあまあね、だから歌練習してギター弾くとギター上手くなってる、よくあるよね、うんうん、ベース練習してからギター弾くとか、はいはい、ギターを練習したくてギターだけやってるのって、うん、もちろん大事なんやけどね、うん、もうそのメインのパートとしてトレーニングするってのは当然大事なんやけど、うん、その演奏の説得力って、うん、ギターだけ練習するよりも他の楽器も触った方がいいような気がするのよね、うんうん、俺の好きなギタープレイはそういうプレイかなって。あー、なるほどね、うん、ドラムとかベースとか鍵盤のパートとかにその何深い人がギター弾いてる方が、うんうん、俺の好きなギターの音を出してくる人が多い気がする。歌心とかもそうだよね、うん、俺の好きなギタリストは大体ボーカルもかっこいいみたいなさ。あーな、はいはいはい、上手い下手、まあ置いといてよその聞きたい、俺の聞きたい歌声をしてらっしゃる、うんうん、あ、そうそうそう、歌声だし、そうそうそう、歌い方だし、ね、うんうんうん、歌い方、チャーとかね、チャーはかっこいい、かっこいいな、その上手い下手は置いといて、うん、すごくかっこいい、かっこいい、うん、だから奥田民生とかさ、はいはい、俺らの好きな、うん、あの人やっぱギタリストとしてあんまり取り上げられないけど、うん、すげえ上手いのよやっぱりギターがうん、うん、だからそういうことだよな、うん、まああの人何でもやるけどね、ほんとすごいよねどのパートもやれちゃうからねすごいよ。そうだから特に俺はさ、うん、バンドサウンドが好きでギターやってたから、うんうんうん、でバンドゴリゴリにやってた頃って、はいはい、ギターしか練習しなかったの。あちょっと後悔してるよな今、うんうん、すごいいつも言っとるもんね、うん、それもっと歌の練習とか、うん、その他の楽器の練習してたら、うん、そのバンドやってた時にバンドの中でもっといいギター弾けた気がする、うんうんうん、やっぱあれだね、何事も視野を広げるっていうのはすごく大事だよね、うん、視野ってそうだね。で若い時の方がさ視野って広く持ってるような気がするんだよな。はいはい。で今時の子たちってすごいなって思うのが、これだけ情報が溢れてるやんか、うん、だから俺らの時代なんて CD 買わなきゃいけなかったんだよほとんど。そうやね、うん、確かに。でも今の子は YouTube とかでいろんなものが聴ける、うん、そういう中で自分の好みの音楽を見つけれるってもうセンスじゃないこれって。そうやな、そうだ、なんかで見た、センスとは何に感動するかであるとか、なんかいい言葉見たんだよ。なるほどね。まさしくその感動するものをさ自分で見つけやすくなってるっていう、いい時代やよね、うん、本当にそう、うん、だどっから手つけていいか分かんないってなると思うのよ、うん、おじちゃん世代はやっぱりでも CD の頃も、うん、そういう意味では例えばジャケ買いとかさ、はいはいはい、聞いたことも名前も知らないけど、かっこいいから買ってみるみたいなこともあったし、うんうん、その時その時でやっぱ若者なりの視野のこう広げ方っていうのはあんのかもしれない、うん、ただ俺は狭かった本当に偏ってた、うん、やっぱ楽器屋さん好きでさ、うんうん、楽器屋さん行くじゃん、うん、で当時はもうフライング V こそがエレキギターだと思ってたから、はいはいはい、楽器屋さんコーナーのフライング V を見て、うん、かっこいいなって言って、うん、ピット買って帰ってそれしか見てないあ、こんなストラトあんだとかさ、うん、こんなやつ出たんだとかって見りゃいいのに、デレキコーナーふわっと行ってフライング V を見てかっこいいって確認してまあ、 あのよく言えばさスートイックってことだね逆に本当何やってんだよって思うよ今思えば見てください、真っ黒なんだっけこれ、牛すじ違う、牛炭火焼き牛カルビまん、なんかちょっと黒いんで買ってみました。黒いから買ったの。そう、あ、書いてある、炭火焼き牛カルビまん、美味しそうだよ。うまそうだね。ちょっとパカってします。パカパカ、おお、じゃん、わかんねえ、わかんない、ちょっと食べてみていい食べてみてよ。めっちゃ炭火焼きの味する。あ、マジ？あ、美味しいこれ。
本当に。パン食べるか。すごい炭じゃない？ま、焼肉の味だ。ね、ふわっと。うん。すごい。なんか高い味がする。焼肉食べたい。食べたい。いや、しばらくはいけないよ、焼肉。怖いもんね、やっぱね。でも家でなら、できるかな。一緒だよ。そうやな。うん。息子がちゃんがね、どうしても。なんとなくね、多分大丈夫なんだけどさ。でもやっぱ、ちょっと、結構火が近いところにあるからさ。そう。ちょっと怖いね。夫婦って似てるじゃん、やっぱり。うん。似たとこある夫婦って多いと思うの。うんうん。で、一緒に暮らすようになったらもっと似るよな。結局。似る。俺だから結婚前とかに、同棲前とかに、ま、ここはキッチンとしよう。って思ってたとこも嫁がなんかしてなかったりするとあもうじゃあ俺もそんでいいやみたいなそうやってお互いになんか足を引っ張り合うんだろうね足を引っ張り合う違う引きずり合うよお互いの元へダメだよ高め合わなきゃいやでも本当に似ちゃうね似るね、うん、でもやっぱ夫婦って顔も似てくよな似てくのかな、うん、でもそうねなんかこう結構わりかし年配の方のご夫婦って、うん、顔つきが一緒やったり顔が一緒やったりするもんねやっぱ表情ってすごい大事だなと思う大事表情大事本当いや本当表情こそやっぱ人が出るからね出るね、うん、本当だよちゃんと顔筋スマイル表情筋運転しろってちゃんと、うん、ちゃんと運転してください。してます大丈夫です3つの命が乗ってるそうだよね本当運転がね本当に丁寧になったあやっぱり、うん、息子が生まれてから、うんうん、ヒカキン、セイキンちょっとぐらいったらいいよなコラボみたいなそうだねなんか悪魔のって言ってるから怖いねヒカキンですヒカキンさんですブンブンできねえよできないすごいよねでもヒカキンさんってあのすごい、ね、ボイスパーカッションがあの人もなんだかマルチな人だね本当に本当ねすごいよねでさそのやっぱ子供向けに喋ったりすることが多いじゃん動画とかって、うん、でもなんだろうね頭の良さというか、ね、にじみ出るよね本当すごいねすごいなんか見ててやっぱこう元気になるもんねなるなる我々もそうありたい存在ですが、ん？日本語がおかしかった。うんま。マジ？え、ほら息子欲しがってるよ。あんまんやって可愛い。え、めっちゃ美味しい。どれ？何味なのこれ？悪魔味。わあうま。いらんって言われた。わあうま。めちゃくちゃ美味しい。なんだ昆布？なんか待ってもう一口食べるなんだろううまうま昆布と鶏そぼろとみりんこれ果たして映ってんのかねこの日が暮れてきてさなんか暗い暗いよねなんかこの辺ライト欲しいねこうやってパッて車内ライトすげえ運転しにくいよそんなのほら息子も笑ってるわま、大丈夫なのこれ動画分かんないこんなダラダラしてるけど使えるこれまあまあまあ面白いとこだけ抜粋してさあった面白いとこないなんでさねえモンキーなんで動画ってさ真面目に喋っちゃうんだろうえ俺はいつも真面目だよえなんか何なんかこうスッってなるじゃんいや、なるべきでしょうよそこはこんな鼻くそほじりながら喋ったら失礼ですよいやそれは失礼ですよいくらなんでもダメだよこの人やめなさいペロ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 ダメなの俺鼻くそほじるのってコンプラ的にアウトなのアウトですマジかダメです下ネタうん不快な要素そうだね、どんどん厳しくなっていくねいや YouTube とかもどんどん厳しくなんだろうねほんとねテレビ並みに
もうなりつつあるよな、多分な。でもだいぶ厳しいんじゃない？あれでもいいところと悪いところがあると思う。ん？変な声出た。何今の？わかんない。泣き声出た、泣き声。泣き声出た。そう、いいところも悪いところもあると思うの。うん。悪いというかね、なんだよ。さっきから、ボロ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 。私、本当にね、食べるのが下手くそなんですよ。汚ねえよな。汚ねえ。だいぶ良くなったよな、でも。散々怒られてきましたから、このおかしゃに。すぐこぼすんだもん。もうこぼすたんびに舌打ち。はい。はい、これも。メインのマルコチャンネルの方がさ、うん、チャンネル登録者さんが6万7000人で。ああ、そうだね。こんなにたくさんの方に登録していただいて、ね、本当にもうありがとうございます。感謝しかないです。こちらの嫁チャンネルの方も今1万、もうすぐ1万5000人とかね。そうだね。1万5000人くらい。これだけ YouTube にたくさん動画とかさある中で、それだけ1万人もの方がさ、ね、登録してくれるっていうのは本当ありがたいよね。いや、もうなんか夢じゃないよねってなる。本当に99% の動画は目に触れられずにていないらしいよ、うん、え、そうなの？うん、まあでもそれほどいろんな動画がたくさん上がってるってことか。そう、 YouTube に。そうってなると本当にありがたいしかないよね、うん、そうやって。だから何千回とか何万回とかこう見ていただけるっていうのは本当にすごいよね。いや今更言うけどさ、たまに私ふとした瞬間もうすごいって、ね、すごいってなる。同時にやっぱ視聴者の皆様に感謝だよね、本当にね、うん、だって見てくれる人がいなかったら嫌なんじゃん。そうやな、うん、どうかね。やる？やる。てかやってたもん。だって最初そうだもん。あ、まあ確かに、ね。だって誰が見るとかよりも、これニコニコ動画まで遡るんだよ。ね、わざと？ニコニコ動画の時代まで遡るけど、一番最初って俺庄司くんに歌わせて、俺がギターを弾くっていうのを作って自分で楽しみたかったのよ。あー、なるほど。うん。で、それに変な映像入れたりして、うん、それを自分で見て面白いっていうのが一番最初だったのね。ああね、うん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 。だから誰かが見て楽しむなんて考えるようになったのってもっとずっと後の方でさ、はい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 、最初はその動画の編集面白いとかさ、うん、そので出来上がって歌とかかっこいいのに映像がめちゃくちゃシュールで、うん、面白いって自分が見たかった動画を作ったのよ。ああ、なるほどね。音楽とかでね、うんうん、そっか、そうだよね。だって私にしてみたらさ、もうニコニコをすごく見てきた世代だから、はいはい、だからその動画に出てる人イコールなんかすごい人みたいな。あ、まあ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 、動画を出す人ってのはみんなすごい人って思ってたから、なんかこう動画を出すことのハードルがすごく高かったわけ。ああ、なるほどね。そう、なんかなんだろうね。わかるわかる。もうだからテレビ化してたんだよ。そうそうそう、ニコニコ動画とか YouTube っていうのがもうね、そうなの、世代的に。だからなんかやろうとか思わなかったし、全然。そうだよね。そう、完全に視聴者側だったよ。俺はそういう動画を載せるサイトが、うん、自分の動画を載せれるっていうのがもうそれがすげえなって思ったの、いっちゃん最初。あ、うんうん、それが楽しくてさ、うん、だから俺が YouTube で一番最初に、うん、もう10年以上前なんだけど、うん、一番最初に載せた動画ってお店に来てくれたお客さんが弾き語りをしてるのを撮影して載せた。で、すごい乗るじゃんって、うんうんうん、でそのお客さんも見れるし、うん、俺も見れるし、うんうん、すごくないこれ、うん、っていうのが最初だったのよ。で、それでじゃあ自分の演奏も載せてみたいなとか、うん、で、ほらなんかバンド仲間とかに見てとかさ、うんうん、だから見られても見られなくてもよかったんだよね、うんうんうん、純粋にこの動画を作りたい、うん、その編集とかが楽しいみたいなのが一番最初だった、うんうん、でも当然リアクションはあった方が嬉しいよね。まあまあモチベーションになるからね、うん、やっぱりすごく糧になるから。そうだね、そうだったな。昔ニコニコ動画で、まあ、YouTube にも載せたけどさ、うん、その軽音のそれこそ「Don't Say Lazy」ってやつを打ち込み作ってさ、庄司君と歌に歌ってもらって、うん、ねえ俺の分は
え、もう一個あるでしょ。何が？ごめん、なかった。ないよ、おにぎり一個しか買ってないもん。ごめん、食べちゃった。すげえモリモリ食ってるよ。食べちゃった、ごめん。パパもお腹空いたよ。ヒカキン味のベビースター。気になってたのこれ。こだわりのカレー味ですって。絶対美味しいじゃん。なんだっけ、そうそう。で、ドントセイレイジーを乗せて、何万回とか行ったんだよ。ああ。いきなりだからね。で、ニコニコ動画は俺それ最初だったの。わあ。だから、あ、動画サイトって乗せるとこんなにいろんな人が見るんだって勘違いした。乗っけから勘違いしちゃった。いや、まあ最初がサイトそうなっちゃうよね。で、いろんな人が見てくれるんだなと思って、うん、うまっ、うまっ、うん。次にふわふわタイム乗せてさ、うん、もう2日とか3日で10万回とか再生してもらったの、すごい。勘違いすんじゃん、やっぱそんなことあったする。あ、動画サイトって載せるとみんな見るんだと思って、うん、ちょっと待って、うん、作成さんが、ああ、横断歩道を渡ってくださいね。おっと、女子中学生だね。どうぞどうぞ。寒いやろうな、こんな時期。どうやろうな。じゃあこの子たちも行きな。どうぞ行きな。かわいい、かわいいな。可愛い黒タイツ履いてる。もうだって寒いんだよ。え、違う違う、俺らの頃はタイツなんて履いてなかったもん、誰も。 あ、そっか。あら、寒かろかったでしょうね。え、そうだよ、だって男の子はさ普通にさ、うん、ズボン履いてるけどさ、うんうん、女の子は、まあ、当時なんかみんなほんと生足だよ。本当に寒いよね、こんな雪国でよ、うん、罰ゲームだよな。罰ゲームのほか何でもない。でも言って、私中学校の頃タイツ禁止やったかな。靴下じゃないとダメだったんだけど、私帰り普通にジャージ履いて帰ってた。あ、スカートの中にジャージね。それもダメって言われてた。なぜか言ってた言ってた。何なのと思って。別にいいじゃんね。なんか怒られながら帰ってた気がする。別にだ、風邪ひいちゃうじゃんとか思うけどな、なんでそんな苦労苦痛を味わいながらさ帰らなきゃいけないのと思って。やめチャンネル。まあ今日はこんなところでどうでしょうかね。もうそろそろ顔見えてないんじゃない俺たちの。多分真っ暗だよ、きっと。ね、後で映像チェックするの楽しみだな、逆に。楽しみ。というわけで今日はね、ドライブトーク、はい、前以前ね、あの小部屋の方でね、うん、マルコの小部屋っていうサブチャンネルの方でダラダラ喋ってる動画があったんですけれども、うん、そんな感じをちょっと嫁ちゃんでもやってみようかっていうのでね、はい、今日は、撮影してみました。たっ、たってなんだよね、うん、またね、ダラダラ喋ってるの本当何のテーマもない動画ですけれども、まあ面白いなと思ってくれた方は、高評価をしていただいたりとか、はい、あのコメントでなんかね書き込んでいただいたらありがたいなと思います。はい、というわけでいつものやつ行ってみよう。はい、最後までご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方は、動画の高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。あとツイッターとインスタグラムのフォローもお願いします。あとね、あの音楽メインのマルコチャンネルとサブチャンネルのマルコの小部屋とチャンネルが全部で3つございますので、よかったらそれぞれ、チャンネル登録と通知をオンにしておいていただけるとありがたいです。はい、というわけでよかったらまた見てね。また見てね。ヒカキン味美味しいですよ、おすすめします。一番おすすめかも。あ、でも黒かぶり